はい、では始めていきたいと思います。両国が37ということで、あと40まで3ですね。2年間米売却禁止なので、80年12月までと2月から5月がまでが、3ヶ月だから2、3、4か4月までか4月までが、鉄砲禁止です。でどうなってったっけな。確かね、180ぐらいだったんだよね。180ぐらいだったんですよね、ここね。200で、何にせよ鉄砲なんでね。鉄砲がいるので、何回言うの？負けるとは思うんだよね。思うんですよ。鉄砲がいるんですよね。これ厳しいな。行くしかないよな、ね。下妻さんはね、川で迎え入れる戦法で問題ないでしょう。川だとね、守備がすごく落ちるので。行くべきなのか。曇ったんだよな。行くしかないや。兵が減ることは恐れちゃいけない。行くべき時は今だ。雨降ればこっちのもんだ。いかんとどまれ。雨が降るかもしれない。とどまればこっちのもんだ。ちょっと待って。雨降ってよ。晴れた。怖いっては。間違えたんだって。晴れるなって。
これはいい勝負だな。まあ大丈夫だとは思うんですけどね、ちょっとね、やっぱりクリティカルっていうのもあるし、クリティカルが怖いっていうのも結構あるので、まあ行くしかないんだけどね。しかないんですが、もう振らないし、ポコポコやられるし、行くしかないんだよな。全然振らないんだもんな。いやもう遅いよ。まああの大丈夫は大丈夫ではあったんですけどね、まあ、一応ちょっと念には念をっていう部分はやっぱりね、この2つはちょっとね、やっぱ大名が強いので、まあ、早く倒しておきたいなというとこですかね。信長もやっつけときたいんだけど、ちょっとな。なんかやっぱり最、なんか信長の野望ですからね、ちょっとね、ちょっと着たいなっていう風な部分もあるっちゃある感じですかね。言っても信長の野望なので、したらどこにするかだな。4つ5つとかなくなって、そういう目が出た場合、まんべんなくがいいかな。四国あたりとか、武田の横っちょとか上杉の横っちょとか、こっちょっていうのは生、あれか、東北弁か。そのあたりの、土地で、ちょっとずつ、こう減らして、やっていくかな、という感じでしょうかね。
は何かすること38ですもんね。今ね38の武田と上杉をやっつけたら40になるということは新しい世界に行くという感じですか。でもこれ本願寺と武田上杉やっつけたらこれほとんど行ってしまうな。行ってしまいますね。脅迫できちゃうからね。脅迫できちゃうんで一気に行っちゃいますね。それもどうかと思うな。でしょうね。我が軍の勝利だと思います。一回削ってあるんで。なんでもな、我が軍の勝利とは言えないんだよな。8か、そうか、それは我が軍の勝利ですわ。まあでも同じぐらいの数持ってったら負けるので、まあ分かんないか。6人8を6人で分けるわけだから、ああ勝ってたな。武田は終了と。相手では武田もひとたまりもないので、脅迫に応じてほしいぐらいなんだけどな。脅迫応じてくれないんですよね。どんな能力で、どういう能力が、どうだったっけかな。なんかいろんなこう何かのそのパラメータでなんか値が一定以上だとなんか脅迫に屈しないとかなる。なんかそんなんだったよ。もう覚えてないんですけどね。なんかそういうものがあったような。なんかそんなんだったような気がします。これ39ですか。
げたらいいよ。他の武将のところがその武将不足になって悩むっていうのはちょっとこれの辺だけ適当に、ちょっとこの辺だけ適当に。あと北条がいて、北条どう、誰だっけ北条、脅迫できないかな何でも脅すって、脅したらいけるんじゃないと。その前に、あールーレットか、ルーレットか、ルーレット次にしますか。ちょっとね、時間も時間なので次にしましょう。そうしましょう。はい。あれ、これで39でしたっけ？減るのか増えるのか。増えはしないか、ルーレットで。はい。39ですね。ルーレットで減るのか、どうなのか。では、ご視聴ありがとうございました。